島根の情報をギュギュッとお届け。島根っ子の宅配便。島根っ子の宅配便、デリバリースタッフの原田恵美です。今回お届けする情報は、広げようスポーツのある毎日。私が今やっているのはインディアカというスポーツなんですが、バレーボールとバドミントンを融合したような競技です。初めてチャレンジしたんですが、すぐに楽しむことができました。浜田市で開かれた島根レクリエーションフェスティバル。ボッチャやスポーツチャンバラなど、誰でも気軽に参加できるスポーツの体験イベントで、毎年子どもから高齢者までたくさんの人が参加しています。やっぱこういったあの場があって、そこで運動ができるってすごく ありがたいことだなと、はい、思っています。もっと難しいものかと思ったけど、実際やるとそうでもなかったいう楽しみ。イベントを運営しているのは島根広域スポーツセンターです。誰もがスポーツに親しむことのできるライフステージに応じた障害スポーツの推進に取り組んでいます。皆さんいい表情で体を動かしていらっしゃいますね。はい、このイベントを通じ、年齢、性別、障害の有無に関わらず、誰もが気軽にスポーツを体験し、楽しいと感じてもらえればと思っております。こちらは松江市にある総合型地域スポーツクラブです。総合型地域スポーツクラブとは、年齢やレベルに応じて様々なスポーツの機会を提供するクラブで、県内におよそ30団体あります。この日は夏休みの小学生を対象にしたバレーボールの体験教室が開かれていました。で、腕は伸ばす、曲げじゃなくて伸ばす。こういった指導者の派遣も島根広域スポーツセンターが担っています。バレーだけじゃなくて、いろんなスポーツに触れ合って、それが大人になってもこう体を動かす喜びにつながっていけばなと思っています。友達との関わりが深くなるからいいと思います。楽しかったです。体力を使うということが分かりました。島根広域スポーツセンターでは、子どもたちの競技レベルの向上からスポーツを楽しむ場の提供、さらには障害スポーツを推進する人材の育成など、さまざまな取り組みを進めています。スポーツを楽しんでいる人たちっていい表情してますね。皆さんも心と体の健康のために始めてみませんか。島根っ子のメール便。毎年10月はスポレク月間。県内37会場でスポーツイベントが開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。次回は、島根の IT 企業で働きませんかです。またの利用をお待ちしています。